龍騎伝楠木正成と妃子全20話第2話倒幕の旗。楠木正成の館の前に大勢の侍が詰めかけています。その中の一人、湯浅宗富士が大声を上げました。門を開けろ。正成がゆっくり門を開けます。宗富士が正成に言います。六原の命令により屋敷の中を調べさせてもらう。宗富士は屋敷に入ろうとしますが、正成が立ちふさがります。六原の命なら理由も言わずに人の家に入れるのか。宗富士は忌々しそうに答えます。大東の宮がここにいると密告があった。つべこべ言わず宮を引き渡せ。ここにはいない。命令に逆らえばお前は鎌倉幕府全体を敵に回すことになるが、それでもいいのか。もともとお前たちは我々のことを悪党と呼んで鎌倉に逆らう者とみなしてきたではないか。ただの悪党なら多めに見るが、倒幕の一派だとなれば違う。一族老党皆殺しだぞ。宗富士は刀に手をかけます。正成も剣を抜きかけます。その時、遠くで大きな声が聞こえました。城に向かってる奴らがいるぞ。その声を聞いた宗富士は慌てて館の外に走り出します。正成は馬屋に駆け込んでひらりと馬に飛び乗りました。赤坂城の門のすぐ手前、正末と大東の宮と妃子らが城に向かっています。妃子は怪我をしているため正末が背負っています。いたぞおえ。鎌倉方の侍たちの声が聞こえます。正末が振り返ると追いかけてくる侍たちの姿が見えました。正末は大東の宮と妃子に言います。先に城に入ってください。私はここで追っ手を食い止めます。宮様、姉上を頼みます。城に向かって走って、早く。正末は妃子を背中から下ろし、剣を抜いて追っ手に向かって大声を上げて走り出しました。正末と侍たちは乱闘になります。大東の宮は妃子を背負い城に向かって走りました。正末は若いとはいえ剣の達人、鎌倉方の侍たちを相手に一歩も引きません。弓だ、矢を追いかけろ。侍たちが弓で正末を狙います。正末は木立に飛び越えんで矢を下げますが、身動きが取れなくなります。もっと矢を放て。放たれた矢の一本が正末の腕をかすめました。腕を押さえてうずくまる正末。よし、とどめだ。侍がさらに矢を放とうとしたとき、地鳴りのような響きとともに馬が走り込んできました。正成です。正成は侍たちを馬上から蹴散らします。正末、乗れ。正成は正末を馬の上に引っ張り上げました。馬を号令がかかる中、正成の馬は木立の中を駆け抜けていきます。馬は赤坂城の門に向かって疾走し、城の門を駆け抜けました。赤坂城の門がゆっくりと閉じていきました。小高い丘の上に立つ赤坂城を見上げながら宗富士は言いました。正成バカなやつ、こんなちっぽけな城など鎌倉方の大軍が押し寄せればあっという間に落とされる。
お前たちは一族郎党皆殺しだな。宗藤は部下に言いました。六原に早馬を出して報告しろ。楠木正成が大刀の身をかくまって赤坂城に籠城し、倒幕の旗を掲げた。六原の援軍を求めるとな。赤坂城の中の部屋、左腕から出血した正成が担ぎ込まれます。慌てて駆け寄る久子。血を止めなければ。何か縛るものを。そばにいた女性が慌てて紐を取ってきて久子に差し出します。久子は女性に言います。私が脇の下を押さえているから、傷の少し上を強く縛って。久子は女性に指示をして正末の傷の少し上を縛りました。正末がうぐっと声を上げます。こうしてしばらくしていれば血は止まるから。正成が久子に尋ねます。なぜ血が止まるとわかる。脇の下に動脈が走っているから、そこを押さえていれば血が止まる。傷口から心臓に近い部分を縛れば出血を抑えることができるの。その知識をどこで。私は看護婦だから、そのぐらい知ってて当然でしょ。看護婦。久子が正成をきっと睨みます。そんなことより早く傷口を洗う水を持ってきて。しばらくすると正成は出血が止まり落ち着きました。正成も久子もほっとします。久子がふと壁を見ると5つの漢字が大きく書かれた掛け軸が目に入りました。文字の下には龍の絵が描かれています。久子はなんとなくその漢字が気になって正成に尋ねました。あの文字なんて読むんですか。万竜騎万天。万竜満天に立つ。我々の旗印じゃないか。万竜って竜がうずくまっていること。満天に立つは竜が起き上がって天に登っていくということだ。竜が起き上がって天に。久子はその文字を見つめながら思いました。竜が起き上がって天に昇る。この人たち一体。楠木正成らが赤坂城で立てこもりを始めた頃、都の南東部にある笠木山では後醍醐天皇の軍勢と鎌倉方の軍勢の戦いが続いていました。鎌倉方の激しい攻撃にもかかわらず、後醍醐側はなかなか降伏しません。鎌倉幕府の有力御家人新田義貞は皇居や公卿の館などを守る大番役という役職にあり、都の館に滞在していました。館の居室で義貞に部下が話しかけます。義貞様、笠木山の寺などひとひねりにできるはずなのに、せめては何をしているんですかね。ひとひねりになどできない。でもちっぽけな寺ですよ。山の上に建てられた寺は寺とは名ばかりの要塞だ。まあそうかもしれませんが。そう話しているところに兵士が駆け込んできました。義貞様、ご報告します。どうした。鎌倉方の軍勢が金剛山に向かったそうです。金剛山。大東の宮が金剛山にある
楠木正成の城に逃げ込んだということだそうです。正成といえば確か悪党、はい、最近河内一帯に勢力を広げている悪党です。名前だけは聞いたことがある。悪党と大刀の宮が組んだか、厄介だな。傍らの侍が言います。悪党なんてあっちこっちにいるじゃないですか。義貞が答えます。あっちこっちにいるから厄介なんだ。あいつらはここ数年あちこちで御家人と衝突を起こしてきた。悪党がバラバラで動いていれば心配はないが、大刀の宮という錦の旗を持ってまとまれば反乱軍、いや正規軍として我々とぶつかることになる。悪党が正規軍に？そんなことありえるんでしょうか？赤坂城の中では攻撃に備えた準備が進んでいました。大刀の宮も大鎧を身につけて弓の点検をしています。久子が尋ねます。宮様も戦うんですか？これでも弓にはちょっと自信があるんですよ。宝塚歌劇が好きな久子は鎧をつけた大刀の宮を見ながらミュージカルエリザベートに登場するオーストリア帝国のルドルフ王子を思い浮かべました。同じ王子だし、ルドルフの青い軍服が似合いそう。あ、でもルドルフは若くして死んじゃうからダメダメ。ヒサコは心の中で歌います。赤坂城から少し離れた場所で準備を整えていた湯浅宗富士の軍勢、大鎧で完全武装した侍たちが大勢集まりました。宗富士が声をかけます。よし、いよいよ赤坂城を攻めるぞ。楠木正成が歴史の表舞台に登場するきっかけとなる赤坂城の戦いが始まろうとしていました。第2話、倒幕の旗、終わり。龍騎伝、楠木正成と久子、続く。